こんにちは、ときわずさようです。おけがまでこのように可愛らしい箱が3つやってまいりました。さあ、赤い箱の中には何が入っているんでしょうか。パカ、開けますとこのようなものが入っております。出しますね。さあ、こちら、こちら、さあ、そしてこちら、これですね、すべて組み立てると実はこのような、現代に箱に蓋をします。そうしますと見えるかしら、穴が開いてるんです。そしてですね、この足を組み立てます。そしてここにここに入るようになってるんですね。そして、この板を出っ張りはこの本を載せるための台なんですね。この部分の出っ張りはですね、この本を載せるための台ですね。そしてこのように本を載せて語る、お話を語る、語ったり歌ったりするというために使っております。些細なことなんですが、こういうお道具を長年かけて探したり集めたり、あるいはそれをお客様に見ていただいたり、生徒様に使っていただいたり、そういうのも私の楽しみの一つです。結構かわいいって言ったり、ちょっと今私とても嬉しいので、演奏会にいらしたらぜひこの件でも見てあげてください。以上、ときわずさようでございました。